で私に勝てると思ってるの？お腹すいた。レイ先輩のお弁当が食べたいな。それと一定の条件を満たすとキャラアイコンが光るの。領域層白練りと雷脈層飛行は敵が浮遊状態の時に QTE を発動できるよ。早く試してみて。用意する時間がなくなるわ。セッセイセッセイ発射ファイヤーレイセッセイセッセイ。まったく。チャージ完了。今回は何が手に入るか楽しみね。お気遣いありがとうございます艦長。セッセイ。ここは譲れないぞ。セッセイ。ドローにファイヤー、目標発ファイヤー、ファイヤー、システム系ファイヤー、ファイヤー、コイン回収完了。ファイヤー、ファイヤー、レスキュー戦術。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ボイドエクスプロージョン。やった！当然だよね。何？不満なの？システム起動。トロイの木馬ウイルス、いえ崩壊エネルギーが漏出しているだけ、異常ないはず。ネゲントロピーの特殊戦闘機構解読完了。
ドローニャ、作戦地点、敵全員沈黙。これより帰還。頑張った艦長のためにアイちゃんがレアアイテムを入手したよ。そろバルキリーちゃんの装備を変えてあげよう。聖魂が強力であればバルキリーちゃんも助かるよね。強い聖魂を手に入れたらすぐに装備してね。レアな聖魂ほど潜在力も効果も優秀だよ。やるじゃない、任務をクリアしたら報酬が獲得できるんだよ。どうしました？ここが学寮だよ。なんか寂しくない？大丈夫、アイちゃんが一緒に解消してあげる。ような気がするね。ならば、アイちゃん秘蔵のやつを出してあげよう。仕事終了だよ。艦長、頑張ってね。このまま学寮を見てていいからね。
感情の波動に異常を検出。ブローニャは壊れているのでしょうか。不明物体を検知。待機モードに行こう。環境はクリア。重装ウサギ一級し、メインコントロールシステムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして？
信じるもんか。仕方ないわね。ブローニャちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、メイ先輩。アクセス権限承認、目的地をセーフレイヤ学院に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。何が起きたの？ブローニャ。タンプリーシステム、強制コントロールシステム再起動。最高権限指令、入力確認。周囲の敵を排除します。チップが制御不能になったのでは？通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが、姫子少佐、学園に戻ったら、ブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもう、みんなの足を引っ張りたくありません。救済に成功したってことだよ。もう艦長に教えてあげられることはないよ。これからはバルキリーちゃんたちと一緒に頑張ってね。挑戦任務が解放されたよ。育成の始まり。
ボロボロなやつは。ブローニャを連れてホームセットを食べに行きましょう。今すぐに。しまった、まさか重曹ウサギの弱点が。